イワン・チェルニャホフスキー。1943年イワン・ダニーロビチ。チェルニャホフスキーは、独ソ戦当時のソ連陸軍の軍人。ソ連邦英雄。ケーニヒスベルクの戦いで戦死。ウクライナのウマン軍で、ユダヤ人の鉄道員の子として生まれる。1924年に赤軍に参加。1928年に、キエフの砲兵学校を終えた。 卓越した能力をスターリン初期長に評価され、独ソ戦開始前の1941年3月には第28戦車師団の師団長となった。1942年7月28日には36歳でボロネージ戦線の第60軍司令官に任命され、翌年にクルスクの戦いに参加している。ドニエプル側とか作戦では、 彼の部隊は特に目覚ましい役割を果たした。その後、大将に昇格して、第三四郎ロシア戦線司令官となった。ソ連軍史上、最年少の戦線司令官である。1944年6月22日に開始された、バグラチオン作戦で、第三四郎ロシア戦線司令官、チェルニャホフスキー大将は、イワン・バグラミアン大将の第一バルト戦線と、 共同して、ビテプスクを攻撃し、オルシャの拠点を突破して、ドイツ軍第53軍団を、包囲殲滅した。さらに南方においても、方面軍の左翼をもって、ゲオルギー・ザハロフ大将の第2白ロシア戦線と、共同して、ミンスク東方で5万のドイツ軍を包囲し、指揮下の第5新衛戦車軍によってミンスクは解放された。その後、第3白ロシア戦線は、 バルト海に向けて急進撃を開始し、ドイツ軍中央軍集団と北方軍集団の戦線を切り裂いていった。7月13日にリトアニアの首都ビリニースを占領。18日には第二次白ロシア戦線とビア・ウィストクを攻撃した。さらに8月18日にはカウナスに達し、ドイツ北方軍集団をクールラントと東プロイセンに完全に分断した。 10月16日に、第三次路ロシア戦線は防衛線を突破して、東プロイセンに進行し、ドイツ本土一番乗りを果たしている。一連の功績により、レーニン勲章を受賞した。ビリニュスの銅像1945年1月12日、ソ連軍は、バルト海からビスワ川にかけてのポーランドと、東プロイセンにかけて一斉に大攻勢を開始し、ベルリンを目指した。 東プロイセンでは、コンスタンチン・ロコソフスキー上級大将の第二シロ、ロシア戦線が、南部から、ダンツヒの攻略を目指し、さらにチェルニャホフスキー大将の第三シロロシア戦線は、東方のインステルブルクから、ティルジットから南下するイワン・バグラミアン大将の第一ゾイバルト戦線と強調しつつ、ケイニヒスベルクに向けて、攻撃を開始した。 ドイツ軍中央軍集団は戦線を支えきれず、ミラー大将のドイツ第四軍など、残存部隊は1月24日までに、ケーニヒスベルクに追い詰められる。2月1日に、エルビンクを占領して、ケーニヒスベルクを包囲することに成功したが、メールザック付近の最前線を視察中、砲弾の破片に当たって、重傷を負い、搬送された。 ビリニュースの病院で2月18日に死亡した。39歳だった。戦後、東プロイセンは、ソ連領カリーニングラード州とポーランドに分割され、インステルブルクは、彼の名誉を称えて、カリーニングラード州、チェルニャホフスクと改名された。墓地は、ビリニュースにあったが、ソビエト連邦の崩壊後に、モスクワのノボデビチ女子修道院墓地に移されている。ありがとうございます。